こんにちは。表参道で美容師をしているみゆと申します。今回紹介するのは簡単崩れにくいデフトバンアレンジをご紹介いたします。今 SNS で流行っているデフトバンを使って簡単に崩れにくいまとめ髪ができるので、そちらを紹介していきたいと思います。それでは早速いってみましょう。今回は浴衣アレンジということで、絶対に崩したくないので、まずしっかり粘土のあるワックスを髪にしっかりなじませていきます。こんな感じで全体的につけてもらって、まとめ髪なのでしっかり毛先までつけていきます。こうすることで結構パラパラして出てくる髪の毛も少なくなって、まとまりやすくなるのでおすすめです。なじませたら少しブラシで溶かしてもらって、今回は崩れにくいっていうのがテーマなので、このような普通のゴムを使ってまとめていきます。頭部の一番出ているあたりで結構高めにポニーテールをしてもらって、この時に顔周りの毛を出したい分だけ出してもらって、後頭部の出ているところで一つに結んでもらって、少し緩めてくるりんぱをしていきます。結べたらゴムの結び目をしっかり持ってもらって少し崩します。この時に細い束で引き出していくのがポイントです。通す前に少し髪の毛を溶かしてから、このデフトバンを用意して結んだところに通してもらって、少し下げて毛先が内側に来るように巻き込んでいきます。この時に少し引っ張りながらやるとしっかり止まるので、テンションをかけながらやってもらうのがポイントです。もう上まで上がらないってところまで巻きつけたら、こちらを交差させて止めていきます。最後にリボンの形を整えて、次にアレンジ自体はこれで終わりなんですけど、キヌジョさんのコテを使って顔周りと前髪を巻いていきます。横髪を後ろに通すように巻いて、このアイロンはコンパクトで顔周りや前髪をやるときにすごく使いやすいのでおすすめです。今回は本当に崩したくないので、しっかりキープ力のあるスプレーを全体的に振っていきます。これで完成です。それではヘアアレンジが終わったので、せっかくなので浴衣に着替えてきます。ということで浴衣に着替えてみました。今回私はこのちょっと青緑っぽい浴衣を選んできたんですけど、すごい柄も可愛くて、色もなんかあんまりないような色なので、こちらの浴衣を選びました。ということでいかがだったでしょうか。今回はデフトバンを使って簡単にまとめ髪ができるアレンジをご紹介いたしました。ポイントが3つあって、まずヘアアレンジをする前にしっかりスタイリング剤をなじませるっていうのが1つ目で、2つ目がこのデフトバンなんですけど、1回1つにまとめてからすることで崩れにくくなるので、それが2つ目のポイントです。3つ目のポイントがヘアアレンジが終わった後にしっかりスプレーをすることでキープされるので、そちらが3つ目のポイントとなっております。ということで今回は美容師のみゆが解説させていただきました。こちらに私のインスタアカウントも載っているので、よかったらフォローしていただけると嬉しいです。またこのキヌージョ公式チャンネルではヘアケア、ヘアアレンジ、髪に関してのハウツーなどをご紹介しています。ぜひぜひチャンネル登録とグッドボタンお願いいたします。その他キヌージョ公式 SNS もこちらに載っていますので、よかったらフォローしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。